こんにちは今回は KSC のニューモデル8月の末に発売になりました MQ3R セカンドバージョン CO2 ガスブローバックです、はい、システムゼロっていう名前が付いてますよね KSC さんの中の故障でははいこちらをねちょっとご紹介したいと思います待ってましたって感じですはい MQ でて次何かなって まあるですよね。さん、1990年代からね MGC でねやっぱりあの中東半端に終わった3バーストをね、えー、仕上げるような形で、えー、ガスブローバッグリリースされましたよねはいまだね長女がね2歳か3歳ぐらいの時だったことを覚えています非常にね懐かしいモデルですじゃあ外観をねまずご覧いただきましょうちょっとこれはね畳みまして もうなんか KSC さんの中では定番モデルっていうかね何度も何度もあのリニューアルされてモデルガンバージョンの方もいいですねモデルガンの方ねえうちのチャンネルでも古い動画でねきれいに3バーストが決まってるねまあ映像はね昔のやつですからさほどでもないんですけどもう十何年も前の映像をねはい上げてありますでガス風呂の方はね先ほど申し上げたとおり3バーストがきっちりと正確に動くと,ところもあって で非常にねはい馴染みのあるモデルですそれから派生としてねあのまあオートナインという形でね,ね CO2 の場合やっぱりいいのはさすがにリキッドチャージだと真冬はねちょっとこれ動きねモサモサっとしちゃったりするんですけれども CO2 ですとその辺ね気にせずに遊べますんでね非常に期待は高まりますね この、ね、セレクター3、ね、バーストと、えー、シングルショットそれとセーフティーがねこれがちょっとね可愛らしすぎて、ね、非常に使いづらいですね今これ解除された状態ですねでこれがオンセーフティーが効いてる状態なんですけどかけるときにはねあの親指でねチョンってかければね、えー、つきますけれども上げるときちょっとねコツがいりますよねまあ、軽いですあのそれでもねカチ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 と動いておりますはいそしてマガジンは CO2 ボンベがちらっと見えてますね重たいマガジン出てきますはいここをねプチッと押しながらねずらして CO2 のガスは交換ということになります今日もしかしたらねご紹介しているうちにガス切れるかもしれないんでそしたらまたねガスの交換やりましょうはいで残念ながらね断層ねあのマガジンね BB の位置がここでしか確認できないんですよねだからこう抜いてみてここに BB が見えてたら まだ4発ぐらいはあるよね。みたいな判断しかできないと思います。えー、bb のローダーはね。こういった専用のものが付いてきます。この状態で入ってきますんで、これをね。こうくいっいや今回なんかやけに真鍮綺麗だな。これね。これがだんだんねくすんできちゃうんですよね。かといってこれまでしっかりね。ラップでくるむってほど、私もあの几 <laughs> 帳面ではないんでで、この後六角レンチも付いてきます。これで、えー、ボンベは外すことになります。 ちょょっっとおおだけしししてききましょうもしガスななかったらででいんでここのポッチがね私の指爪がないんであんまりね無理なんでこれのねローダーのね下でピッと押してでチュッとほら <laughs> うまくいかないなチュッとずらそうってうあつれましたねこれをこう取っちゃってもここは大丈夫です6かかってますで,でここのね、えー、6角穴のとこにこれを入れてこっち回しで外してこっち回しで締めるということになりますね な、はい、なかなか緊張感がままだ抜けません途中ねプシューってやっちゃうとガス随分逃がしちゃうんでねはいで死者した結果燃費なんですけれどもねえっ、ー、とね最初のボンベでねえっ、ー、と実射が70発プラスその辺りでもうなくなるだろうと思ってですねバーストをやったんですよバン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 それがね辛さはどうですか120発動くんで殻、えー、が120 実写が70で190回ねスライドが作動してくれましたこれは結構燃費がいいですよねはいじゃあまず早速ね、えー、空作動させてみましょういきなりバーストでいきましょうかこう,いうこういうやり方じゃいけないのかなとりあえずスライドを引いて起こしてやってね、はい、スライドストップを下げながらね こんな感じです非常にスピーディーですスライドの動きはでこちらね ABS なんでねやっぱそれもね効果ありますよねじゃあ、えー、重量測定の前に箱とかね取り見てみましょうか箱はねもう最近のね KSC さん定番のね、えー、この箱になってますねはい、まあ、シンプルでね、えー、いいかなとは思いますはいこんな感じですね システム何な,な,なんだろうゼロってっていう感じですね。こっから始まるって感じなのかな。よくわからない。で、取扱説明書は、えー、こういったものですね。で、補足しておかなきゃいけないんですけれども、こ、えー、このところの KSC さんの製品、こういうカラーの取説になってね、あのちょっとなんか内容的に、えー、シンプルになったねなんて言ったんですけれども、今回ね、この裏を見てみたらですね、あのダウンロードすることになってますね。はい URL と QR コードがついてきてるんでそこからねダウンロードするとこの取説よりもさらに、えー、詳細な取説が落とせるというふうになってるそうですはいそれはご説明しておかないと ASC さんに申し訳ないですねで例によってねこれまあいいですね実物大ねでこれにこう合わせるわけですねこんな感じでねねこれ分かりやすくていいですよねはい でここにねあの角度の指導があるんですけれども私はまだ噛んでやってますね最後にどれだけひねりきれるかっていうのがポイントですねそれとあの、えー、っとちょっと力のねある程度ある方はね気をつけましょう私ちょっと締め込みすぎて今回1本目外すのにもうどうしようもなくなってはいえプラハンマーでね、えー、マガジンの周りをコン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 叩いてね、はい、開かない蓋を開けるような感じで開けましたもう手ねかなり痛いですはい でそれから BB はこういう風に詰めて、ね、この辺ねよく慣、ね、れしましょうねセミオート3ショットバーストあ3ショットバースト、ね、バーストショットじゃないですねあれねフォアグリップ使いましょうということですねあフォールディンググリップですね失礼しましたはいでホップの調整いつもの通りですねジグもついてきていますはいでこんな感じで 通常分解とかあって部品図があってはいアクセサリーですこんな感じですねはいどうでしょうねえストックはあるんでね今度つけてやってみようかななんて思いますねこれだけ楽しいと本当に楽しかったですじゃあまずね重量測定ですね今ボンベが1本入ってますんでねもうすぐ空になると思うんですけれどもねなかなかならないですねはい1キロ超えですはい 1>, 1キロちょっとあります。ちなみにマガジンだけでどのぐらいあるかと言いますとマガジンだけで 400g もあって、はい、これ1つでちょっと前の、えー、樹脂製のモデルガンと同じ重さが楽しめるという、ね、ことになってますね。もうがっちりも物ですからねこれね、はいえ。それから、ね、今回のは、ね、トリガンプルが結構ね全然予想してたのよりね軽いんですよ。 狙ってね、狙いを定めきらないうちにねポンと鳥が引いて玉がもちろん的の方に飛んできましたけれどもねはいそのぐらい軽いんですよねなんでだろうっていう感じです0.64なんですよかなり軽いんですよ0.7ぐらいいかないんじゃないかな0.69ねそのぐらいですはい切れ方としてはですねこのぐらいあっいわゆるほら、ね、こんな感じです このぐらい遊びはあるんですけど遊びが終わりだすとねちょっと抵抗が始ま,し始まってクッて一回きますここで切れますこのねクッっていうところを見逃すとダメなんでね見逃すとか、えー、感覚を逃すと下になってここでクッときたところでゆっくりとスクイーズすると感じで当てるといい感じかなとサイトピクチャーはこんな感じですねこれちょっと紛らわしいなって感じですね私にとってはね お好みです、ねはい、まあ最も精密に狙って当てる銃なのかよこれはって言われちゃうと一言もないんですけれどもねホールドオープンするとこういう姿になりますここにねホップ調整用のね、えー、ネジネじじゃない刻みがありますんでこれにレンチを入れてクキ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 って調整するとこれはもうこだわりですね KSC さんねもう昔からそう昔からかなり前からそうですよねバレルの辺り見ていただくと結構成形の はい、あ跡がパーティングラインが残ってて、まあ、これもそうですねここも結構うっすら残ってますしトリガーガードなんかもしっかり残ってますし、まあ、スライド前面はさすがにないですけどバレルも怪しいですよねそういった意味ではね仕上げは随分ねはいまあえー、簡略化されているって感じですねでその分やっぱりコストが抑えられてると私は思いました そのくせ、ね、スライドを入れるとねなんか金属音みたいな感じの音もしてねカチカチの ABS のくせにねなかなかいい感じではありますよはいこれもなんかね少しね、まあ、安っぽいとは言わないですけどね同じ材質とは思いますけどなんか今までのスチールのやつより錆びにくそうな気はちょっとしますねもしかしたらその辺り工夫されてるのかもしれませんはいじゃあちょっとまだガス残ってるみたいなんで試射やっちゃいましょうか BB のローダー大好きです私このローダーね皆さんに見えるようにしておきましょうかこうやってねちゃんとねこの辺りねやってるうちにどんどん夢中になっちゃってね部長法ですいませんで、えー、この中にねこんな入れる感じですね、まあ4発ぐらい入れましたこれをねぎゅって引いてでねまずこっちをそーっと抜きましょう それから人のいない方に向けてそっと取ると大丈夫ですこんだけね大きさありますんでちょっとやるとピョンって出てきちゃいますねあとたくさん入れると大体一発ぐらいこぼれますはいそれはもうあの何度も経験しておりますんで本当にもうすぐなんかガスがなくなりそうな感じなんですけどなくならずに済んでよかったですボンベ交換下手すると外れない可能性がありますんでねはいじゃあ早速かかってみましょう セーフティーを入れたままにしちゃいましたね。あちょうどここでガスなくなりやがった。はいということではい皆様ねはい喜んでくださいガス交換がね。はい。<laughs> ちくしょうこれがねなんか失敗したくないな。一回他の KSC さんの CO2 のやつでやりましたよねちゃんとね。 今出すと少しね残ってると思うんでプシューってくると思いますねはいおまた例によっておっ取れた取れたシューほんの少し最後のやつがねうわ今のでも結構力が必要でしたねこれでねこう外しますねちょっと銃をね溶けますね傷つけちゃうとさすがにまずいんでこんな感じでねクリックリックリックリとあれまだかなクリックリックリックリとはいこんな感じのねこれがね ボンベの底をこういうふうに押さえるわけですねグッとでグリグリ入っていくとはいでこの時ねあの、えー、ここをこうやってプッと押されてグリグリ入っていきますから、えー、ボンベ自体はも共回りしますけれどもそこはねむしろ気にしない方がいいと思います針抜く時にねブスッていくよりもグリグリっていった方がねいいような気が私はしてるんではい使用済みのボンベボンベマルシンさんの私は使っていますこんな感じでね穴が開いて出てきましたね はい、ちゃんとね、えー、指定されたゴミとして捨てましょうはいじゃあねいきますちょっと緊張っていうかね普段はねあの自分の毎日座ってる椅子で腰の高さでやれるんでね安心なんですけどねまずこれでねクリ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 とねいきましょうでこれでねクイ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 ってしまったあたりからね180度回すんですよね180度回すって難しいと思いませんか ですからちょっとこのね位置をね一番回しやすいギリギリのところに決めた状態でこんな感じですでこれでもう決まりましたはいもう順調に動くでしょうじゃあちょっと今のやつは打ち切っちゃって、えー、それからもう一回 BB 入れてやろうかなはいさあバーストでいくかなおまたセーフティーをね外し忘れてましたねいけないお子ちゃまみたいですね 出ましたはい、スライドストップは、ね、ここで、ね、かかってしまいますのでストロークとしては、ね、ちょっと小さいです短いかもしれないですねこの辺りモデルガンとちょっといろいろと比べてみたいですねはいそのうちということで新しいガスもチャージされたところではい BB を相談しましょうはいキュっとね押さえ,え方がねて大事ですね 何が大事なんだかどれも大事ですよね。でねちょっといいなこの本当にローダー昔はみんなこれだったのこれ未だに私は好きですね特に MGC のやつが好きですねグロックなんかのやつがねで取説にも書いてありましたけれどもスライドストップを下げて、えー、スライドを閉じると、えーね、このスライドあたり損傷しますって書いてあって取説ではスライド1回引いてくださいという風に推奨されていますんでそれでやりましょう。ピュッとねこんな感じです。 はいじゃあ行ってみましょうあ行けないけいこれ不格好すぎますねいくらなんでもねはいセーフティーかけてねちゃんとつけてあげましょうあんまりにかわいそうですよねこれじゃねはいじゃあ行きますチュンチュンと初速どのぐらい出るんでしょうねんなんかスライドが閉鎖不良プルあ BB がごめんなさい 一発残ってましたね危ない危ない、ね、この形にしましょうで単発にしてはいどれ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 あやっぱり結構出ますねはい 0.65J ということですねなんとなく納得です今回のね死者したターゲットのね後から見てもね 結構くっきりついてましたんでねこれは0.596969ですねすごいですね0.70ぐらい出ますねはい3発目も0.69ジュールということですねもちろん現行法の法機の範囲内ではあるんですけれどもちょっと高めということではい十分にね もういつも以上にね気をつけたいなというふうに思いますはいじゃあ試射結果はいかがだったでしょうかということですね打ちやすかったですよ本当に楽しいですねやっぱりねはいただねやっぱりあのガスの終わりが見えないんでただ先ほど申し上げたように190回もスライド動作するぐらいですから全然ね問題ないと思いますんではい こんな感じですまず 5m の両手でねはいこんな感じで集まってますよねで一発はこれがこれがさっき言った鳥が軽すぎちゃってみたいなやつですまだねこの辺どこにしようかなって言ってとりあえずバンって出ちゃった感じですねどうでしょう弾痕のねそのくっきり具合がねいつものよりしっかりしてるということでこれがまあ0.6から7ジュールの パワーなんだなって感じですね後ろ側のプラスチックのターゲットもねパキンパキンいい音立ててましたはいみんなねこんな感じでこれなんかでもすごいと思いません自分で言うのもなんなんですけどっていう感じですはい次7.5メートルの両手この辺はねえっ、ー、とホップの具合っていうかその辺のところでねまだみんな悩みのある頃ですねもちろん練習はしてるんですけれどもね練習とターゲットも違うし何んて言ったらいいのかなやっぱり違うんですよね はい、5m の右片手まあね奥さんなんか手小さいから私もそうですけれどもこのね大きなグリップなかなかやっぱりねコントロールしづらいところはあるんですけどもそれでもねしっかりとこの中にまとめていて私のもなんか変な感じですけどまとまっててそれからも悪くないですね集団層のものはねはいそして 5m の左片手はいいつも申し上げる通り私左の方がやっぱ調子いいんですねはい皆さんこんな感じです悪くないですよね 変なそのフライヤーっていうんですか変な感じであの変化しちゃう BB はあまりなかったですねで7 5メートルの右片手は両手でやった時のがフィードバックできますんで、えー、それでねみんな調整して割とまあいい感じに私なんかもいい感じに当たってると思いますただ平均は23というスコアですから、まあ、さほどびっくりするほど良くもないしまあ、悪くもないよねって感じですねじゃあ真の実力がよくわかるといった 5m の集団 良好ですね正直言って「うわっ!」て感じでした特にかみさんのいいですねこのぐらい集まってればこれウエスターンアームズのねガス風呂に全然負けてないし、はい、私の方がちょっとちっ、まあ、でも同じぐらいかなでせがれもねいい感じにまとまってると3人ともまとまってるっていうことはまああの乱暴な言い方しちゃうとまあ万人受けするというか平均的に打ちやすい銃なのかなと ね、そういういいこととがかかるかなと思います集団の結果はもう大満足ですでもちろんね、えー、先ほど申しました通りこれ狙って打つ銃なのかよって話にもなりかねないんですけれどもただね集めようと思えばこのぐらい集められるよともっと集められると思います。というのもですね今回うちの家族私も含めてですねこれだけ勢いのいいガスブロだと、ね、ちょっと怖いっていう感じでした。 この先ほども申しましたけどこの ABS のスライドゆえにねパキンパキンくるんですよ <laughs> また同じことずっとやってます,あ、まあ、すね私さっきからねパキンパキンこんな感じ音がすごいのそれでちょっとビビりましてねはい最初のうちはちょっとそれでねもたついちゃったかなっていうところですはいということでね、えー、今回は KSC から、ね、8月末に発売されました m q 3 r セカンい c o 2ガスブローバックご紹介させていただきました。ではまた。